さあ、再生回数アップの秘密、3回目はですね、タイトルについてちょっとね、お話ししていきたいと思います。 YouTube の再生回数アップにはタイトルがね、もうほんと重要です。こうみんなが楽しめる役立つ動画、いい動画を作っても、こう実はタイトルがいまいちだとですね、再生回数上がらないんですね。で、なぜここまでタイトルが大事だよって言ってるかというとですね、 YouTube はこう動画の内容っていうのをタイトルでかなりね、判断してるんですね。例えばですね、ちょっとこの動画見てください。どうぞ。これはですね、私が住んでいる近所の、越前市っていう、福井県越前市っていう町にできた公園、だるまちゃん広場に家族で遊びに行った時の、動画ですよ。で、この公園はですね、地元の絵本作家の加古さとしさん、これ皆さん絶対ね、一回読んだことある絵本だと思うんですよ。カラスのパン屋さんとか、だるまちゃんとか、泥棒学校とかね、絶対皆さんちっちゃい頃ね、読んでもらった、読んだ本だと思うんですよね。で、この絵本作家のふるさとなので、その方に監修プロデュースをお願いして、こういった加古さとしさんのキャラクターがいる公園ができたんですよね。で、こういった動画を作って YouTube にアップした時ですね、タイトルに例えば、公園に家族で遊びに行ってきた、なんかこうつけたとします。これ多いんですよね、非常に。きっと皆さんもつけるかもしれません。で、するとこの動画はですね、 YouTube に、この動画の、タイトルですね、ビデオでも DVD でもタイトルがあると思うんですよ。タイトルは公園に家族で遊びに行ってきたっていう名前だと認識されます。はい。で、こうして世界中の人にこう見られるようになるんですよね、この動画がね。じゃあ世界中の人がこの動画を見ようと思ったらどうするか、皆さんだったらどうします？検索ですよね。じゃあなんて検索入れますかなんですよ。ってことは、公園、家族、遊ぶとかって入れるんですよ。家族で行ける公園とか、例えばですよ、入れると思うんですよ。でもですね、私はこの動画を、前回言った悩みを解決する動画というふうにして考えるとですね、まず、だるまちゃん広場っていうものができたから、行ったことない人に知ってほしいっていう意味、で作りました。そしてですね、あとは絵本作家の加古さとしさんっていう方も有名なので、そのファンの人にも実はこんな公園があるんだよっていうことを知ってほしいから、この動画作ったんですよ。ですが、動画のタイトルが公園に家族で遊びに行ってきたではですね、これらの人に見つけてもらえないんですよね。だるまちゃん広場に行ってみたいな、どんな公園かなって知りたい人とか、例えば加古さとしさんの絵本が好きな人はですね、じゃあそういう公園ができたってことをどうやって検索するかなんですよ。公園で家族遊びにできたの絶対入れませんよね。絶対だるまちゃん広場、越前市、新しい公園とか、加古さとしさん公園とかって絶対入れるんですよね。なので、自分が作った動画を見せたい人に見てもらうために、タイトルってすごい重要なんですよ。なので、今 YouTube にアップしてるこの動画のタイトルには、だるまちゃん広場とか、絵本作家加古さとしさん、あとこの公園がある越前市竹生中央公園っていう言葉を入れることで見つけてもらいやすくなります。でですね、ぜひね、この動画見てる方はもう一回自分の動画見直してもらって、動画の内容とタイトルを見比べてみてください。この動画で本当に見てほしい人はなんて検索してこの動画を探しに来てくれるのかなっていうことをやってみてください。こうすることで、今まで本当は見てほしかったのに見てもらえなかったっていう人に見せることができるようになってきます。そういう時に、タイトルを決める上で大事なのは、この動画を見てほしい人はどんなキーワード、言葉でこの動画を検索するのかなっていう言葉を、3つか4つほど書き出してみましょう。で、それをタイトルの中に入れるわけなんですよね。だから私だったらさっき言ったように、だるまちゃん広場とか、絵本作家加古さとしさんとか、竹生中央公園とかいうのを入れていくんですよね。で、このタイトルを入れるときに、ちょっとしたアドバイスなんですけど、大事だなっていう言葉とか、これは検索されるなっていう言葉なんかは、なるべく前の方に入れるようにしましょう。で、さらにできれば前の方を30文字ぐらいに入れるようにしましょう。で、なぜかというとですね、これはちょっと YouTube の説明をちょっとしなきゃいけないんですよ。ちょっと長いんですけどね。YouTube の親会社は実は Google っていう会社なんですよ。これ結構知ってる方多いと思うんですよね。世界1位の検索サイトで結構 CM なんかも出てますよね。OK Google とかね、出てたりします。で、この Google ですね、検索サイトなので、日夜ですね、いろんな動画とか、ブログとかいろんなページ、いろんな飲食店のページとかを見て、検索でいろんな情報を得られるようにしてます。きっと皆さんも例えば、大阪焼肉食べ放題とか、東京美容室とか、自分結構いろんなことで使ってると思うんですよ、検索で。で、実はですね、この Google、会社ができてからずっとなんですけど、変わっていない、実はあるルールがあるって言われています。はい。それはですね、検索でいろんなページを私たちは Google は
選んで表示させますけど、最初の30文字を特に大事にしましょうよっていう暗黙のルール、実は秘密のルールがあるって言われてます。前の方に入ってる言葉ほど大事だなって感じるようにしましょうよってあります。これなんでかっていうと、 Google ってアメリカに本社がある多国籍の企業なんですよね。要するにアメリカとか、その外国の方が運営してるんですよ。で、外国の人って結構結論から先に言うんですよ。打ち合わせでも話し合いでも、私はこれに関してはこう思う、なぜならこうだからなって思ったりする。でも日本って逆なんですよね。こういう理由があって、結果的にだからこうなりますみたいなのあるんですよね。だから日本とちょっと考え方は違うんですよね。だから Google が運営しているルールっていうのは、最初の方、要するに最初の方にあるものはきっと結論だから大事なんだろうなって感じてくれてます。これ YouTube も一緒で、最初の方に入っている文字こそきっと一番最初に大事だなって認識するようになっていると言われています。なのでやっぱりタイトルを付け直すのであれば、まずはこの動画を見る人、見せない人はどんなキーワード言葉で検索するのかなっていうのをきちんと書き出して、それをタイトルに入れる。で、できれば最初の30文字ぐらいに大事なものをギュッギュッと入れていくようにしましょうということですよね。なのでこのタイトルをきちんと付けられるようになると、結果的にあなたの作った動画を探してもらいやすく、見つけてもらいやすくなります。で、しかもですね、要するに動画の内容をきちんと書き出してるわけです。だるまちゃん広場、加古さとしさんで、越前市武生中央公園というキーワードを入れてあるので、例えばですね、だるまちゃん広場どんなのかなっていう人は絶対だるまちゃん広場って入れますよね。あとは絵本作家の加古さとしさんがどうやら公園を作ったんだけどどんなんかなって思ってる人は、加古さとし公園って入れたりしますよね。だるまちゃん公園とか、そんな人にさっきの僕の動画を見せると、まさに悩みを解決してるわけなんですよ。ということは、自分の悩みを解決してくれる動画だから最後まで見てもらいやすいんですよね。で、あとはその動画がいい動画であれば最後までさらに見てくれるということなんですよ。つまりいい動画を作ってタイトルもしっかりすることで、見つけてもらいやすくなって再生回数も上がるし、最後まで見てもらえて YouTube の評価が上がるっていう、こういういい循環が生まれるんですよね。そうすることで再生回数アップにつながっていきます。なので、まずはですね、今自分が作った動画のタイトルをまず見直すところからちょっと始めてみましょう。で、ここで注意してほしいのは、あんまりね、タイトルをパカパカ変えると、YouTube は、なんかこの動画タイトルばっか変えてるから、なんか変な動画だなと思って逆にね、評価下がります。なので、もしタイトル変えるんであれば、もうバッと一回で変えちゃってください。バチッと。やっぱり一番いいのは、もうアップするときにきちんとタイトル決めてバンって上げちゃうのが良かったりします。さあ、ということで今回はですね、再生回数アップの秘密その3ということで、タイトルについてお話しさせていただきました。今回の動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。さらにですね、この動画のようなお役立ち情報を発信しているメルマガもやっていますので、ぜひそちらも登録お願いいたします。それではまた第4回目でお会いしましょう。さよなら。